ボンジョルノ、あちゃんです。ちょっとね、ものすごいお腹が痛くってね、もう皮膚やねんけどね。中やったらほら、飲み薬、なんか胃薬とかってあるけど、胃じゃなくさ、皮膚がすごい痛くって。よいしょ、それいきます。あっちゃんグラスね、昨日手滑らして2個割ったのよ。これしか残ってない。これ昨日使ってたけど、これ昨日手洗いしててね、手滑らして落としたとこにもう1個あって2つ割っちゃったのよ。最悪、自分のグラスで悲しいわ。手滑って上にポンってあって、2つがぶつかって、そんなことあんのって悲しかった。前はそれいただきます。ちょっと薄いな。昨日作ったからな。前は。こうやってね、混ぜると白く濁るでしょ。これがね、天然塩の証やねんて。カルシウムが溶けへんから、最初ね、溶けにくいからカルシウムの、濁りが出るんやって。で、これ海水天ピエモンさやねんけどね、でから徐々に溶けて透明になるんやって。だからいつもペットボトルで作ってるでしょ。あれほんまあかんねんけどね、ペットボトルで作るでしょ。で、最初白濁りすんのよ。で、それからちょっとしたら透明になるねん。で、これね、普通の塩化カルシウムやったらならへんねんって。カルシウムがないから、塩化カルシウムちゃうわ。塩カル飲んだから死んでも。塩化カリウム、塩カル、え、ちゃうわ。塩化ナトリウムや。寝ぼけております。塩化ナトリウムやとね、ならへんやって。だから、いい塩は白濁するんやって。水と混ぜるとね。まあ、そんな話はどうでもいいんだけどね。昨日多分作って昨日は水と塩と足したからね、まだなかったのかな。何もいつも出しちゃう。何やろうな、これ。ほんまに皮膚がヒリ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 痛いね。いろいろと具合が悪い気がしてきてさ。まあね、そういう時も出るでしょう。ということでね、今日も一日楽しくいきましょう。体温測ると、あれ体温計のこったちょっと、あれ昨日ここにあったのに落ちた。落ちてないよ。あれ体温計どっか行った。まあいいや、後で測ろう。落ちてないな。落ちてない。あれ落ちとったかな。何だか椅子の足の上から取った。よいしょ。ちょっとね、体温が上がってね、朝から。この姿勢してるから余計あかんのかもわからんけども。
パソコン立ち上がり遅い。胃が痛いんかなと触ったら皮膚がすっごい痛いの、ね、もう3日4日続いてる。3日ぐらい治るって書いてあってんけどな。病気の家やな。いやいやいや、言ってた？言ってないのかな。体温の上がりが低い。今 35.5 だよねけどね。なんか3日も同じ場所痛かったらなんかもうへこむわ。なんか、なんていうのかな、いかへんかもからね。あんまり体温かかって35.8度、まあね、多分だから内臓で何か炎症を起こしているわけではないやと思うけど痛いわ。全然痛みが分からへんねん。で湿布貼ったら貼ったで余計ヒリヒリする。で回路当てといたら余計ヒリヒリする。で冷やしたら冷やしたでヒリヒリする。何もしようないのね。で最後も本当にねパンツのゴムが当たるだけでもヒリヒリしてすごい嫌な。そん中に昨日も同じこと言ったと思うんだけど、で痛い範囲がねこの横のこっから横腹のこの辺の皮膚まで痛くなってきてんのよ。後ろはええんやけどこの横腹からねあばら骨の間痛い痛い。ちょっと様子見るわ、はい、ってことで今日のあっちゃんの総礼、まあね総礼飲みながら痛い痛いしか言うてへん動画いかがでしたでしょうか。頭らはもう泣きそう。今日ちょっと出かけて歩けるかな、まあ、頑張って歩いていきます。ではまたね、バイバイ。